バーチャルホラーハウスへようこそ。あなたも人の心の暗闇を覗きに来たのですかな。誰の心の中にもある忘れられた記憶。しかし時として、そんな記憶には魔がつくものです。魔に疲れた記憶は心の陰で大きく育ち、やがて悪魔を生むのです。そんなバカなと笑っておられるかな。 いやいや、これがどうして。本来魔とは心の中に住むものなのです。その証拠に、そう、この館にもそんな悪魔が出てきてしまいました。恐ろしいことです。今回悪魔を生んでしまったのはある少年です。まあ仮に A君としておきましょう。 A 君から生まれた悪魔は巧みに姿を変え、この館に潜んでおりましたが、ついに彼を捕らえてしまいました。ああ、哀れな A 君は何もできずに、このまま悪魔に魂を奪われてしまうのでしょうか。それでは A 君の記憶の世界へ。いつまでも A 君と呼んでいるのも味気ないですね。では仮に彼の名前を シンゴ君としておきましょうか。ねえ、シンゴって確か。あなたのお友達と同じ名前ですと。さあ、それは世の中には同じ名前の人間など吐いて捨てるほどおりますから。さあ、中へどうぞ。もしもあなたがかなりのお人よしで、 シンゴ君を助けたいなどと思っておられるのなら、この館にある記憶の部屋をお探しなさい。私に教えられるのは一つのヒントだけです。記憶に宿る音。いいですか？音をお探しなさい。 よく行動。 では。
思い出したりしませんか。それは良い出来事であったり、または悪い出来事であったり、いずれも思い出には変わりません。少年が思い出したのは一体どんな出来事でしょうか。その答えの鍵はひょっとしたらあなたなのかもしれません。それではこの辺で幼き思い出の回。 Thank you.
ちしておりました。ここから先は少年、あとはおっと記憶に。この子がシックス？かわいいじゃない。シックス？それ誰？僕はシンゴって言うんだよ。一体何しに来たの？お兄ちゃんたちさ、悪い人じゃないよね。どうやら子供のシックスみたいね。どうする？この子を連れてけばシックスは元に戻るんじゃない？どうする？お兄ちゃん、そうだ。あ、怖い話。どうしたの、シンゴ。早く寝ないとダメでしょ。あなたたち誰？何？ダメだよ、シンゴ。よく行動。では。その記憶の部屋へ。私は少年がひょっとして追憶。
僕は。
自分の心の中を記憶の部屋の天井
待ちしており、あと気を。
また来たの？ダメだよ、勝手にここに入っちゃ。ここは僕とお姉ちゃんの秘密基地なんだから。どうする？なんとかこの子を連れてかないと。どうしたの？僕を連れてくの？どこに？嫌だよ、僕ここから出たくないよ。ああよかった、お兄ちゃんたち何もしないよね。だったらこれ見せてあげる。お父さんに買ってもらったモデルガンなんだ。シンゴ？あ、いたいた。あれ？この人たちまた来たんだ。ダメだよシンゴ、知らない人たちをここに入れちゃ。さあ、行こう。
この子をなんとか違う。そうだよ、僕が。しょうがないわ。この声はお姉ちゃん。<笑>お姉ちゃん。 Thank you.
よく行動を。では。
ずっと私のこと忘れてるんですもん。シンゴはいつもお姉ちゃんとはずっと一緒だよって言ってたじゃない。なのにだよ、すっかり忘れちゃって。なんだかエリカとっても裏切られた気分。やっぱり人間っていなくなった人のことなんか忘れちゃうのかな。そんなことない。嘘ばっかし。エリカを閉じ込めておいたのはシンゴじゃない。エリカはずっとシンゴの心の光の当たらないところにいたんだから。でももういいんだよ。これからはね、シンゴとエリカはまたずっと一緒だから。だけどここは本当の世界じゃないし、お姉ちゃんもう本当は生きてない。それは違うよ。この世界でだって生きることはできるの。ただシンゴが知らないだけ。それにそう、シンゴの本当の心まで分かってるのはエリカだけじゃない。強がって見せても本当は怖がりで寂しがりで。でもここにエリカといればもうそんな無理する必要もないじゃない。誰？あなたたち、シンゴを取り戻しに来た人ね。でもダメだよ、シンゴは渡さない。シンゴは一生ここにいるの。どうしよう、確かに幽霊かもしれないけど、この女の子はシックス君のお姉さん。違うわよ、この子はそんなのじゃない。私にはわかるわ。この子は作られた霊、心の中に住んでいた思いが姿を変えた魔。それってここの案内の人が言ってた。シックスの心にあった思い出がこの世界で悪魔に姿を変えて現れた。あなたたちがここで消えてしまえば、シンゴは私のとこにいる。シンゴ、あなたはここにいてね。お姉ちゃん、あなたを守るから。あんたたちなんかに、シンゴは渡さないんだから。来なさい、夜の魔物たち。ゴッギー、ルゲイエ、バグス。誰も来ない。みんな心の音にやられたから。そう、私一人だけど、シンゴは渡さないから。
ずっと姉さんを忘れて、あんなひどいことをしたのは俺だったのに。ねえシックス君、聞こえる？誰？あ、お姉さんはもう本当の世界にはいないけど、あなたの心の中にはいるんでしょ？だけど俺は姉さんを。さっきのお姉さんはあんなに怖かったけど、それはあなたの心が作った間違った姿。いつまでなくていいの。時々思い出してあげればきっと本当のお姉さんの姿に戻ると思うの。いつもあなたに優しくしてくれた本当のお姉さんの姿に。そうでしょ？そうだよな。俺がもう少し姉さんを。うん、ありがとう。あれ、ひとみちゃんも思い当たることあるの？記憶？ん？どうした？わからない。ごめんなさい。もうしっかりしてよ。ともかくシックスの様子。辛い記憶だった。シックス君、落ち込んでなければいいけど。いらっしゃいませ。今日何しましょうか？手に負えんが、もう少し。この悪魔が。この悪魔がお前の力となるか否か。合体させるか。この悪魔がお前の力となるかい？すでにこの悪魔がお前の力となるか否か。が、この悪魔がすでに
気持ちはわかる。すでにこの悪魔がお前の力。やあお兄ちゃん。で、はいはい。じゃあ兄ちゃん、ま。これはこれは。では。
じゃあ。よう、二人とも。なんか心配かけちまったみたいだな。目が覚めた？まったく人騒がせよね。もう大丈夫なの？まだ少し頭がぼーっとな。気がつきゃ目の前にランチの顔だろ。ビビったぜ。ふざけるな。驚いたのはこっちだぜ。意識を失ったり飛び起きたり、まったく慌ただしいやつだ。いや、しかし気がついてよかったよ。このまま死んでしまうんじゃないかとヒヤヒヤしたが、まあ何はともあれ元に戻って何よりだ。それじゃあ僕らはそろそろアジトに戻ろう。シックスはどうする？もう一息ついてからにするよ。なんかダリンだ。まあ無理はするなよ。じゃあね、シックス君。の、おい、二人とも。そのありがとな。え？いや、なんでもない。ただ、そんな気がしたんだ。お、いいところに帰ってきた。実は今、ランチと例の奇病について話していたんだ。市内の病院をハッキングしてわかったんだが、シックスと同じ病状の患者はかなりの数通報されていた。中には突然狂ったように暴れ出した者もいるそうだ。シックスは軽症だったんだろう。調べてみれば、患者のすべてが直前までパラダイム X をプレイしていたらしい。これもシックスと同じだ。僕はここ最近起きている奇病事件と例のファントムソサエティの計画は何か関係があるような気がするんだ。パラダイム X が奇病の原因なら、奇病事件が発生しているのは奄美市内だけということになる。ファントムがこの町で進めている計画、この町だけで起こっている奇病事件、この組み合わせは偶然だろうか。でもパラダイム X を作ったのはアルゴンソフトですよ。それにそうよ、シックスやトモコちゃんは悪魔に魂を奪われて。なんだ、外に誰かいるのか？あら、見つかってしまったわね。失礼、どちら様でしょうか？こんなトレーラーがアジトとは思いませんでしたわ。探し出すのに苦労しましたのよ。私は迷うね。目障りなハエを始末するように受けたまわってまいりました。ファントム？なるほど。やっと計画が動き出した今、パラダイム X の秘密に気づかれるわけにはいきませんか？そういうことです。やはり思った以上に深入りしているようですわね。せっかくだから華々しく爆死していただこうかと思っていましたが、こうなっては仕方ありません。私自らの手で始末させていただきましょう。上等じゃない、望むところだわ。
そんな、こんな子供に、私が。残念だったわね。あんたたちの思い通りにはさせないわ。どうかしらね。目的は必ず果たすわ。残り時間はあとわずか。間に合うかしら。おい、なんだよ、二人ともすげえな。あんな奴をいつも相手にしていたのか。シックス君、戻ってきたのね。遅くなってすまねえ。ところで、一体何が。おい、あったぞ。燃料タンクの側面だ。何か仕掛けていやがった。なんだよそれ。で、それってプラスチック爆弾じゃねえか。マヨーネの言ってた残り時間ってこのことだったのね。くそ、とにかくみんな駐車場の外まで逃げよう。ここは危険だ。慌てんなよ。見たことのある方だ。俺が解除してやる。何バカ言ってんだ。本物の爆弾なんだぞ。カッコつけて死にてえのか。早く逃げろよ。解体始めんぞ。うわっ、バカやめねえか。よし、全員外で待っててくれ。僕もシックスと残る。おいリーダー、運転は僕に任せろ。それとも解除する自信がないのか。二人とも無理しないで、絶対無事に出てきてください。絶対に。シックス君、本当に大丈夫なのかしら。ファントムもいよいよ本格的に攻めてきたのね。それだけ俺たちが真実に迫ってきたってことだろう。パラダイム X と奇病か。遅いですね。やばかった。シックス君、リーダーも。よかった、無事だったのね。まさに危機一髪だったよ。解除するんじゃなかったのか。結局止められなくてよ。強引に外して逃げてきちまった。そんなことだと思ったぜ。だがよく戻ったな。お前にしちゃ上出来だ。ヒヤヒヤしたよ。まだローンの残ったトレーラーを爆破されちゃかなわんからな。ひとまずここを離れないか。警察が来ると厄介だ。そうだな。ファントムに知られたのも気になる。とにかくアジトを移動させよう。へえ、ずいぶん広い倉庫ですね。最初の移動先にも考えた場所だ。雄一にも教えないとな。ともかく中に入ろう。雄一へは僕がメールを送っておこう。じゃあ俺はパラダイム X について調べを入れてみる。パラダイム X？ パラダイム X がどうかしたのか。俺が説明してやる。こっちに来い。私たちはどうしようか。君のお父さんが暴れてる？どういうこと？トモコちゃんが見たって言うんだから人違いじゃないんだろうけど、おじさんがそんなことするわけが。とにかくアカネモールに行ってみましょう。おじさんを連れ戻さなくちゃ。あのリーダー、私たちアカネモールに行ってきます。わかった。お二人さん、くれぐれも気をつけてな。
ということは、そういえば君、そうだな、昨日ついにリーダーの手伝えなく、ああ。早く開かね。EL115 へようこそ。どう？うまくいった？あらん、もう帰っちゃうの？じゃ、またね。やあ、お兄ちゃん。で？で？はいはい。あら、嬉しい。で？
ネモールにおじさんを。おまいかが。私に何かご用ですか？いかがなさいますか？私に何がで、
そういえば、昨日もう手伝ああ。じゃあ、はいはい。これはこれ。では、何なりとお申し付けください。
く茜早く。
ここまで来れるとは、どうやら猿くらいの知能はあるようやな。何？ジャイアントバナナ？そんなもんあるかいな。あんた、ファントムの一味みたいだけど、何者なの？ファントム？ああ、あいつらのことかい。わしはやつらの一味ちゃうで。ま、わしの天才的頭脳を貸してやったことはあったがな。そのせいで、サマナーなんぞに追われてきた。思えば、わしの研究を邪魔してきたんはいつもサマナーや。だがわしは気づいたんや。目には目を、歯には歯を、サマナーにはサマナーをや。わしはついに作り出したんや。決してわしを裏切らない忠実なカモーン、ロメロ。ウキー、お前殺す博士喜ぶだけ。クフー、泣かせるセリフやないか。ほんまお前は男前やで。いやーいバカ、三流様なヘボ様な、お前の母ちゃんデベソだけ。うまい、間髪いらぬ精神攻撃や。敵は精神汚染が始まっとるで。よし、今日はこれまでだっけ。帰ってバナナの時間なんだっけ。うん、終わってへん終わってへん。ロメロ、戦わんかいな。モンモンキー博士、了解なんだっけ。さあかかっておいでよウキー。オイラの必殺技でメタメタにしてやるモンキー。これではロメロのアイデンティティが崩壊して死んでまうがな。なんてことや、スーパー知能が災いしてお前は死んでまうんかいな。キキキキ、何するんだき。うあかん、ロメロ、不意をつく作戦は失敗や。こいつら鬼やで。ウッキー、こうなったら正々堂々サバナーとしての勝負だき。We'll be right back.
Thank you.
ルは猿かいな。なんや博士、えらい冷たいんちゃいますの。わし一生懸命やりましたんでね。それに猿呼ばわりするのやめてもらえまっか。わし自分を猿とは思ってませんけん。なに、えらそうなこといいな。この負け犬、いや負け猿が。そうでっか、そこまで言いまっか。わし今まで博士を生みの親、育ての親やと思うということ聞いてきましたが、それも今日までですわ。これからはわし勝手に生きてきます。長々ありがとうさ。ほなさいなら。好きにしいや、ほんまどいつもこいつも。もうわしも帰るわ。なんや邪魔や、どかんかいボケや、かす。おま、いか、で、今は手に…な…そう…いかが…
元気な。これは。でも。で。またの起こし。So shitty what when you just sound just if just this piece of shit Xbox game pad got disconnected for some reason, I don't know, just wind blowing from your window and it disconnects by Bluetooth. Occasionally Citra emulator can crash. That's what to replay everything from the beginning. Shitting. Kind of funny, but Elden Ring now will use anti-cheat. Oh,
it's like this kind of antich that we use in Lost Ark, for example, right? If I'm not mistaken, or in Honor. Now, I wonder, it's like, a Dark Souls 3 still just, it's like, can you play, you know, just, can you summon someone, actually, to help you beat bosses slow? Because as far as I understand, we just off the entire function of... it's like, you're not supposed to play with other people, right? It's basically now an offline game. Because of this exploit, right? How is this possible? What this guy just killed me? It's just so, you know, just, it's like, to play SMT games you need to have 1000 IQ. I got only 100. So sorry, I can't understand. It's like, when my character die, game is over. What's the guy just one shot me, and I need to be resistant to that, right? Yeah. Same goes with Persona 3. We cast Hama, Mudo, you dead. Hayaku. One fight, 200. Best place to farm this M shit. I don't think so. I mean, yes, yeah, like you got a lot of enemies, but I mean, still supposed to be extraordinary shit location if you just go here without this encounter door. Oh, without this caps lock installation. When you basically dodge every encounter, you know. Can you cast Maraji, piece of shit? Ah, you can cast because it's just Jack Frost and Jack Lantern, Lantern, right? The same time. Well, 1200. Oh, okay, not bad. Not bad. But you can cut one shot by some random enemy. Yeah, just cast fucking hammer and that's that. You just dead. Nice. Piece of shit. How to play? The people can just cast a fucking one shot spell and that's what.
Como bossas, o secret e Sikira Platinum. List favorites. I don't remember actually. I only see the monkey boss from Sikira. This old lady who supposed to just throw knives almost everywhere. Thank you.
Okay, three bosses, one down. Yeah, but you just need to kill them for platinum achievement, or you just need to kill them like I'll just on some heroic level or something like that. Can you reach the best ending actually, 93? Can you reach the best ending with one playthrough if you play Sekiro? Which ending is best? It's like it's this ending where you're just supposed to kill this dragon, right? To find lots of hidden items and do dropping on some characters to unlock the chance to do the best ending. Average ending. Second best, worst, average loss. What? Okay, just what you need to do again? Akane Mall. Ah, Akane Mall. Okay. I wonder, it's like, if you just run Dark Souls now, what will happen? It's like, the game got no... multiplayer now, what? To end the previous session, quit game might not have selected from the system menu. And what? Network logging in game servers. Yeah, but I mean, it's like, it's kind of funny what is just, well, I mean, when we're supposed to just run it in offline mode, but it's just continue to login in to the Dark Souls 3 game server. Fail to log in to Dark Souls 3 game server. Select OK to attempt to log again. Cancel. Starting in offline mode. Use online features. Check to see if you can if your connection is set up properly. I suppose I choose the worst timing actually to play Dark Souls, I think. Well, I basically I'll just will add an anti-cheat into the Dark Souls. And same goes with Elden Ring, oh, it's kinda obvious. We just add anti-cheat. Why we reserve hatred towards invaders? Server's bug. My bug curse. This is so funny. Such a funny joke. True.
server's bug. Server's not bug. Server is good. What? Bug ban low. The guy just who asking for easy mod to, in Dark Souls got for bug ban. Heh. It was I did with Sekiro to play offline. Can't you go into settings and change to offline? Well, yeah, it's kind of obvious. Sekiro got multiplayer. What I mean, you can't summon phantoms, right? In Sekiro. Special compensation threat by speedrun so hard the game crashed. I have a very weird bug. Elden Ring will be using anti-cheat. Yeah. Yeah, but I mean, you're not supposed to have an offline mode in Sekiro because Sekiro is basically an offline game, no? As far as I remember. You can summon somebody in Sekiro. After a monkey around, killed whatever and head to walk animal. What the fuck am I just... Ah, yeah, next page. Last page. Akana Mall warehouse. Again, no map. Ugh. Nice wall. Nice guide, man. Without maps. Akana Mall. Akana Mall is this one.暴れてるっていうより、おかしくなってるんじゃない。もしかして今の人がランチさんの言っていた奇病患者かもしれないわね。ほら、患者の中には暴れ出した人もいるって言ってたでしょ。でもさ、奇病の人と魂を奪われてるんだろ。それがどうして動き回れるのよ。それはわからないけど。そうだわ、君のお父さんを探さなきゃ。
blood puddles. Well, it's basically just hints, right? What you can, well, it's like in Dark Souls, right? You can see hints actually, right? But and that's the only online feature what we have in Sekiro, right? As far as I understand.閉めたんだが、その鍵を失くしてしまったんだ。さっき転んだから多分その時に落としたんだと思うんだが、鍵がないと裏口は通れないし。鍵がないと困るのよ。君のお父さん見つけなきゃならないのに。係員さん、どこで転んだのか思い出せませんか？さて、どこだったか。ジュースや酒の置いてある飲み物のコーナーだったかな。 俺をバカにしたやつ。ち、黙って。こいつ。奇病患者が何人も凶暴化してるなんて、君のお父さんもきっとそれに巻き込む。
死なかばでた恥じるこ。Thank you.
なんだろうこの音。下の方から聞こえてくるみたい。これは、この音が怪しいみたいね。